いやこのセット本当かっこいい、本当に。いやこれ最初見た時は本当に興奮したもんな。ソロが出来上がったのがすっごい結構もうギリギリだったんですよ。ギリギリだったんだ。でドラムの渡辺先生がアドリブで叩いて、うん、まあ、これぐらいなら中川くんできるでしょみたいな、うんうん、できるかなこれかなり難しいよね。しかもこの音楽のないドラムだけの音、うん、ソロを合わせるっていうのが、うん、難しい。プレイバックでやるっていうのができんのかっていう。2人のセッション聞いてみたか。このセリフ、まあ、このりんちゃん聞いてみたかが可愛いんだよね。これ難しかった。難しい語尾すごい悩んでたね。あれか、え、あれ